山形県の南部、米沢に接する川西町。水田5700ヘクタールの農業の町です。人口およそ2万2000人、かつては3万人を数えました。雪深い宝の沢、川西は県内では豪雪地とされています。宝の沢では肉牛が多く飼育されています。いわゆる黒毛和牛です。米沢牛として知られる肉牛の本場が川西なのです。玉庭では農協の大きな牛舎で百数十頭の牛が冬を過ごしていました。この雪に閉ざされる町で何とか活力を見出せないか、町おこしができないかと、若い人が中心になって雪を楽しむ町民の祭りが行われるようになりました。会場のダリア園で青年たちが準備に入りました。商工会青年部がそり乗りコースを作ります。今年の干支の辰の像を作るのは洋上の会、県の青年の船に行った人たちのグループです。ソリのコースのテストです。らしくなってきました。大きな雪の安全祈願灯は青年団が担当です。中学生と一緒に雪道路を作る会長の農協青年部の鈴木さんに聞きました。やはりこういう土地柄ですから、やはり若い人たちがその勢いを示していかなければならないというのが一番大きな意義のあるところだと思うんですけどもね、やはり自分たち小さい頃村祭りの記憶っていうのは意外とこういつまでも心に残ってる。また自分たちの子供にもやっぱりそういう楽しみを残してやりたいという気持ちがあるわけですけども、昔を思い出しながらやはり活気のある町にしていこうというような始まりだったわけですけど、天神の森でつけた火を町の雪道路につけながら松明の行列が会場へ向かいます。なんかこう雪というものを発想を変えた、やっぱり自分たちの一つの宝なんだっていう発想に持っていきたいというのが大きな狙いなわけですね。それがふるさとの振興につながればなおさらにみんなが望むところでないかなというふうに思っています。途中の雪道では子どもたちが待っていました。祈願灯に点火です。
前夜祭の最後は雪見の宴、大勢の参加者でにぎわいました。この宴の働き手は商工会婦人部です。雪を楽しむ町民の祭りは雪上ゲートボール大会で始まりました。ソリ大会が始まる頃は雪が止み、日が差してきました。川西中から子どもたちが雪を楽しみにやってきてくれました。斜面駆け上り大会、上の方は氷の斜面になっています。こうして子どもたちはさまざまなレースに挑戦します。絶叫大声大会、祭りを進めるさまざまなグループの青年たち、彼らが結集したことがこの祭りの何よりの成果だと言います。売店を出した商工会婦人部の人たちも楽しそうです。そしてターザン大会、青年たちが作り出したこのイベントは雪を克服する町民の祭りとしてこの町に定着していくことでしょう。